こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ハッセルブラッドのですね、一眼レフ中盤フィルムカメラボディ 500cm と、これがカールサイズプラナーの 80mmCF タイプレンズのセットになっておりますね。でもってさらに、こちらのプリズムファインダーですね、露出計がついているタイプのプリズムファインダーが、付属しております。で、はい、フィルムマガジンがこちらの A24 のタイプですね、24枚撮りのタイプが付属しております。12枚撮りのフィルムも一応使えるんですけれども、若干細かんがずれたりとかですね、たまにするみたいですけれども、一応ご留意いただけたらと思いますね。ということでこちらのセットでお届けいたします。ボディの方から状態を見ていこうと思います。はい、ご覧いただいてます通りですね、針側に剥がれ、めくれ、縮みとか変色とかなくてですね、だいぶ綺麗な状態であると言っていいと思います。金属部分にも、このシルバーですけれども、錆、腐食、汚れなどないのがお分かりいただけると思いますね。目につくような当たりへこみとか、ぶつけたような跡などもありませんね。はい、はい、こういうクランク式の、はい、巻き上げレバーもついてますね。でもって、フォーカシングスクリーンはノーマルですね、ノーマルのタイプが付属してますね。はい、ご覧いただいている通りですね、バックドアにひび割れとか、汚れとかもないですね。こちら腐食とか劣化とかも見られないようです。ミラーの劣化とか剥がれとか曇りもないですね。中も綺麗ですね。はい、このバックドアの開閉も非常に軽くスムーズにしておりまして、引っかかりとかないですね。シャッターチャージもすごく滑らかで、ガリガリしたり重くなったりせずにスムーズに動いております。はい、シャッターボタンももちろん感触よく動いてますね。はい、底部の、三脚の取り付け部の塗装もベルベルに剥がれたりせずにですね、しっかり残ってますね。はい、マガジンとのマウント部分とレンズのマウント部分も綺麗ですね。はい、という感じになっております。ボディは非常に綺麗ですね。はい、動作も完調です。でプリズムファインダー、こちらもですね、プリズムに汚れとか変な曇りなどもありませんし、このアイカップがついてますね。はい、それと露出計付きですけども、電池は一応テスト用ですね、これは電池、テスト用の電池入れて、確認しておりますけれども、きちんと露出も僕の目視で、正確に測光してくれてまして、この、このファインダー内の LED 表示も正確にしております。このバッテリーもの、はい、チェックもちゃんと光ってますね。はい、電池は今回すいませんが付属しませんので、別途お求めくださいませ。はい、電池は4SR44 ですね、こちらのものをお使いいただきます。まあ、普通にカメラ屋さんとかですね、量販店でも売っている、はい、電池になりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じで、接続していただきます。今回普通のウエストレベルファインダーの、このカバーはつきませんので、一応ご留意ください。はい、こちらの、はい、プリズムファインダーのみとなっております。はい、じゃあですね、続いてレンズを見ていきます。プラナーの 80mmCF タイプレンズですね。はい、ご覧いただいているようにですね、こちらも目につく当たりへこみとか、ぶつけた跡なども見当たらないですね。はい、
ローレットの摩耗も見られずに、文字消えとかもないですね。塗装の劣化とかもありませんし、この滑り止めゴムの劣化とか剥がれ汚れもないですね。はい、まあ、うっすら使用感経年感がこう見られるぐらいで、このフードの脱着跡も見られませんし、だいぶ綺麗な状態と言っていいと思いますね。はい、まあ、強いて言えばこの後ろのレンズガードの部分にですね、この白いこの浮きがどうしても出ちゃうんですけども、これが見られる程度ですかね。はい、レンズも前玉後玉ともに擦れ傷引っかき傷、コーティングの剥離とか摩耗なども見られないですね。中玉にも曇りカビバルサム切れとか見られないですね。はい、レンズの内部も曇りカビバルサム切れなど見えないですね。はい、大変綺麗な状態です。チリホコリの混入も見られませんので、はい、撮影して画質に影響のあるような箇所は全くないと思っていただいて大丈夫です。はい、プレビューとかもしっかり聞いてますね。はい、このダイヤルですね、シャッタースピードリンクもスムーズに動いてますね。こちら絞りも、はい、スムーズに動いております。はい、CF タイプレンズはですね、このボタンを押しながらこう F に合わせてもらうと、普通のですね、絞りが開きっぱなしになって普通のこの、中盤レンズとしてご使用いただけるレンズになるんですね。はい、はい、という感じで、はい、大変状態のいいプラナー 80mm ですね。ではボディと接続して、はい、シャッターをチェックしていきます。プロンプターシャッターはですね、まあ、ほぼ壊れないんですけども、一応チェックしていきますね。はい、低速の1分の1秒から見ていきましょう。これ1分の1秒ですね。しっかり開いてますね。はい、安定して刻んでおります。はい、いいですね。次が2分の1秒。ちょっと絞り開けましょうかね。分かりにくいですね。はい、2分の1秒ですね。はい、いいですね。次が4分の1秒。はい、いいですね。低速のシャッターに粘りとかないのがお分かりいただけます。続いて60分の1秒。はい、中速で、中速シャッター。ね、こちらもしっかりと開いております。最後に500分の1秒ですね。高速シャッター、まあこちら一瞬ですけど、はい、しっかり開いてますね。はい、でボディとですね、レンズもこの連動ですね、もスムーズにしております。このシャッターチャージも重くなったりガリガリしたりせずに、はい、スムーズにチャージしてますね。でシャッターのこの連動も問題ないですね。ボディとの脱着にも何はありません。はい、という感じになってますね。で続いて、はい、A24 マガジンですね。こちらも革の剥がれめくれ変色など見られないですね。はい、綺麗な状態です。錆とか汚れ腐食もないですね。よ、はい、この、スライドもベコベコしたり曲がったりしてないですね。中身を、はい、外すと内外のシリアルも一致してます。サビとか汚れとか見られないですね。はい、一回その中身を抜くとですね、カウンターがリセットされます。フィルムを装填したと仮定して、はい、このダイヤルをグリグリと巻いていただきますと、はい、カウンター1でしっかりストップしております。でボディと接続してスライドを吹き抜くとシャッターが切れる状態になっております。はい、今ちょっとファインダー外してますけど、はい、この表示窓が白白になってますね。これがシャッター切れますよという印になっておりますね。一回シャッター切ると赤赤になって、で巻き上げてくださいという印ですね。巻き上げを行うと、はい、白白になってシャッターが切れる状態になりました。でもってカウンターが2にさ、進んでますね。はい、この連続で
はい、撮影していただきます。こんな感じですね。はい、ボディとマガジンとレンズの連動すごくスムーズにしてますね。はい、という感じです。このままと、安全装置が働いているのでマガジン外れないようになってるんですね。はい、スライドをしっかりと奥まで差し込むと、はい、マガジン外れるようになっております。まあ、全部撮影したと仮定してですね、まあ、撮影し終わったと仮定して中身をちょっと引き抜くと、はい、ちゃんとカウンターリセットされてますね。通常はですね、こう、はい、ちゃんとファインダーつけて撮影していただきます。このプリズムファインダーがですね、通常の、ウエストレベルファインダーと違ってこう肖像ですね、左右上下逆にならずに見えますので、とても撮影しやすいですね。でもってこの斜め45度になってますので、撮影するこの姿勢もですね、すごく撮影しやすいんですね。はい、あとの付属品はこちらのですね、スカイライトフィルター、こちらをお付けいたします。はい、通常のモノクロとかでしたらね、このレンズ保護用フィルターとして使っていただいて大丈夫ですね。若干ですけどマゼンタが入ってますので、カラー撮影をするときには薄くマゼンタが入りますけれども、まあ、簡単に補正できますし、そのままでもですね、人肌とかがこう血色よく映りますので、問題なく普通にこうつけっぱなしで撮影していただいて大丈夫です。あとはこちらの、はい、レンズキャップですね、こちらのセットでお届けいたします。はい、ということで普通にこのまま撮影にご使用いただいて、はい、全く問題のない状態の、500CM と、プラナー 80mm プリズムファインダーのセットですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当社で格安で請け負わせていただきますのでぜひご利用ください。ということでハッセルブラッドの、ジガレフ中盤フィルムカメラボディ 500CM と、ハッセル用のレンズプラナー 80mm CF タイプ。